で半島は半島の座に戻ります。半島が半島の座に座りますと、塔が手前座へ向かいます。ここで総礼をいたします。懸垂を進めて水前を垂らします。乗客と半島が起銀なので、2人分のお茶を立てます。ここでは回し出しはいたしません。茶碗を丁寧に出しましたら、左見ると下がり、乗客の一服で、お復加減はいかがでございますか。そして手前座に戻ります。次は次客三客のお茶を立てます。ここで初めて回し出しをいたします。お茶を立てました。気に入茶碗は次客が取りに出ます。
乗客は避妊さんなので、次客は避妊旅団に入ることができません。避妊に対して一礼をして、一人だけだ。そして自席へと戻ります。乗客は避妊茶碗を下座に置き、お先に担当がお茶碗を膝前に置くと、乗客はお茶碗の拝見を、担当は乗客のところにお茶碗を持っていきますが、担当自身も避妊なので、お互いに避妊旅団に入ることができます。次茶碗が出ますと、次客は次茶碗を取りに出ます。膝前に置きまして、ご相伴します。三客との間に置きまして、お先に、そしてお茶を、三客がお茶をいただいて、膝前に置きますと、乗客はお茶碗の拝見を、次客の一服で、お深みはいかがでございますか。水一尺差します。お茶碗の拝見を終えた三客は、避妊台をまず移動させます。次客は、避妊台を持ちまして、続いて三客もお茶碗を返しに出ます。
湯も一着汲みまして、おすすめ。少し向こうに置きます。そして、左膝を立てまして、ここで半刀とすれ違います。半刀は左膝を持ちまして、中脚の前に置きます。そうしますと、正脚は、お嘘はいただきませんので、という声がかかります。左膝を立てまして、手前座へ向かいますが、ここで刀とすれ違います。半刀が手前座につきますと、まず、起人台を起人畳に置きます。お茶碗を膝の前向こうに置きまして、おなつめをおろしその間に置きます。草はすぐ腰に吊るします。2回回します。千鳥茶巾で清めます。脚を持ちますと、長脚は睨み頭を持ちまして、次脚に渡し、三脚、そして頭へと睨み頭を運びます。頭は睨み頭を持ちまして、正面に持っていきます。一礼して、半刀も起人なので一礼します。お手前頂戴いたしますの挨拶がありますと、茶杓は水差しの右に置きまして、お茶入れを中盤に置き、お茶入れの後におなつめを置きまして、その上に茶杓を置き、記念茶碗を膝前に置きますと、正客に対して一礼。水差し飯を出します。お茶巾を入れまして、
次に麦茶碗が戻ってきます。なお先ほどどうぞおしまいくださいの挨拶を受けますと、乗客は南口を上座の方へ置きます。当の茶碗が戻ってきました。党からおしまいくださいの声がかかりましたので、党に対しておしまいいたします。そして次は茶筅通しになります。